禁断の闇、甘えてみた妻。恒例企画にもなりつつあるこの Tinder の闇企画なんだけど、この後ね、五反田の方でね、もうこちらもアポ取っておりまして、17時と18時半と20時の3回女の子の顔がこちらです。ドンドンドンということで、早速闇暴いていきます。ベッド。あ、いや、全然大丈夫です。よかった、いや千尋さんですよね。千尋、ですよね、いや、びっくりしたわ、今違う人かと思って。なわけないでしょいや、なんか写真載せてますもんね、インスタに。でも結構前の写真だからね、高校が前から。あ、そういうことっすね、うん、これですよね。あ、そうそうですよ。コンビニとかって近くあります？お金いつ渡せばいいですか？あ、先の方がいいかな。それで一緒に別に。あ、そういうことですね、うん、これちなみに、なんか怖い人来るとかないですか？わけないじゃん。え、普通のホテルでやって。いや、なんか、うん、これマジ筒持たすとかだったらやばいっすよ。ちゃんとさ、金は出せよ、ちゃんと。どういうことですか？金ひ、ちゃんと下ろしてきたじゃないですか。先に渡してじゃん。先にいくら渡せばいいですか？2万。じゃ半分にするじゃん。いや、ちゃんと何もなかった時は渡します。どういうこと？なんか怖いんで。は？ははとか言って。いやいや、めちゃくちゃ携帯いじってる。お分かりいただけただろうか。いや、写真撮られた。やばい写真撮られました。やばい皆さんどうもこんにちは。Tinder やってる女子メンヘラ始まりましたよ。どっか行きました。まあ、とりあえずシーズン5、お疲れ様でした、皆さん。いやー、ほんとね、前人未到のなんと1日で3本撮り。いや、それ言うな。これ言っちゃダメ？ダメ。めっちゃダセーよ。ちょっと一回いい、はい、その感じで締めだったらみんなちょっとどの感じで締めるんですか？いや、あの、一回目のゆうやみたいに。あ、OK っす。マジでやばかった。マジでやばかった。普通にマジで早着替え得意っすね。その行きなでも普通にまず女の子がバカ可愛くて可愛かったな。え、もう余裕で2万下ろした。とりあえず知られてるやん。で、めっちゃ迷った。本当に動画を撮るか女の子撮るかめちゃくちゃ悩んだけど、今回ばっかしは動画撮ったもん。中に入って動画撮るのは何だった正直。撮りもね、俺の撮りこちら。あー、バカ野郎で、やりたかったんですよ正直。女の子の前ででもめっちゃチキった。めっちゃチキったよ。いや、今回なんか写真撮られかけたみたいな。え、もう、え、多分ボイスメモ聞けばわかんないけど、俺が結構煽ったのよ。なんか、え、マジ怖いんだけどみたいな。そしたらめっちゃ相手イラついてて写真撮られそうになって、もうね、俺足がソニックだったね。もう回ってたんだ。もう回転速すぎて見えなかったでしょ。みんな漫画の足の速さ。そう、そのぐらいもう本気になっちゃった。俺次はもうボケ倒そうかな。笑わせたら勝ちじゃない。いいっすね。女の子、うん、どっかに行かせる。え、いい終わり方したくない？え、いい終わり方したくない？笑わせたら即逃走。とりあえずじゃあシーズン6やるやつ発表します。まあね、これ推薦かよ。シーズン6。ドルル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 
まーちゃん。カミカミやったな、今カミカミやったわ。オッケー、それではシーズン6まで、まーちゃん。